松江市長の上貞です。本日令和3年第2回の松江市議会臨時会におきまして、副市長人事について議会に上程をさせていただきました。今まで副市長でありました星野副市長にご退任をいただきまして、法務総務部長に副市長にご就任いただくことといたしました。議会からも同意を頂戴しております。今松江市の副市長は能見副市長、そして今回選任のご同意をいただいた法務新副市長、そして平林副市長の3人体制となっています。副市長の定数については条例で3人以内ということが定められておりますが、現行の非常に厳しいコロナ禍を乗り切っていくため、また私自身が4月の24日に就任してまだ日が浅いといったこともあり、今回この能見副市長、後部新副市長、そして平林副市長の3名の副市長の体制で今後の市政運営をリーダーシップを取っていただこうと思っているところです。私も今回初めての議会となりましたが、今回の4月18日の選挙で当選されました市議会議員の皆様と今後も活発な議論をすることで、市民の皆さんの、理解と、そしてまた市役所議会からの責任、説明責任も果たしながら市政の歩みを進めてまいりたいと思っておりますので、何卒よろしくお願いいたします。